新約聖書には21通の手紙が収められており、そのうち13通はパウロの名による書簡です。パウロは非ユダヤ人である異邦人に福音を伝えた宣教者として知られていますが、彼の書いたローマ人への手紙は、パウロのユダヤ人に対する情熱を今に伝えています。私に大きな悲しみがあり、私の心に耐えざる痛みがある。実際私の兄弟、肉による同族のためなら、私の好みが呪われて、キリストから離されても厭わない。そして、多くのユダヤ人が福音を信じないのは、異邦人に福音を伝える神の深い計画なのだと語ります。彼らがつまずいたのは倒れるためであったのか。断じてそうではない。かえって彼らの罪過によって救いが異邦人に及び、それによってイスラエルを奮起させるためである。さて、人たちが地中海世界にイエスの教えを述べ伝えていたのは、皇帝ネロがローマ帝国を支配し、その属州ユダヤでもヘロデ王がキリスト教徒を迫害していた時期でした。その頃ヘロデ王は教会のある者たちに圧迫の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で切り殺した。他の人たちも次々に殉教しますが、彼らの支えとなったのはイエスが再臨、つまり再び来られて悪を正してくださるという希望に他なりませんでした。これらのことを証しする方が仰せになる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来たりません。